様です、ね。7月7日の桧原湖ガイド終了しました。だいぶ時間空いてしまいましたね。はい。まあ、何日か空いてしまいましたけど、7月7日ということで。まあね、昨日までの3日間ちょっと北海道に釣りしたり、ヒグマを見たりして、その前はまあ普通にガイドしてたんですけど、まあ今日がね、まあ3日ぶりということで、今日釣れたのが、まず虫フリーリングライトキャロでは釣れてるかな、釣ってないかな、忘れました。あとまあ、芋のネイルリングと、あとダウンショットっていう感じで、まあ一通りで釣れましたかね。うん、そうだな。まあサーモクラインがね、なんか北の方が5、6メーターにずっとあって、南が7、8メーターにあって、で、今の時期はね、割とちょっと風強いですね。強いですね。今の時期、割と全域で5、6メーターにサーモクラインできることが多いんですけど、今年は割と7、8メーター、南部に関しては7、8メーターにできてて、まあ、それがなんか今日見たら、なんかもうちょっと浅くなってたんですよね。5メーターくらいになって、まあちょっとなんか曖昧にはなってたんですけど、まあそれであって、で今日は今だいぶね曇って風吹いて、明日雨降るんで結構天気崩れ始まってるんですけど、まあ割と晴れてて、まあ晴れたおかげか、まあ半分ですよね。まあ晴れたおかげか、あとまあ風もあったし、ある程度しっかりあったおかげか、半分に割と魚が入ってきて、まあ普通に釣れてはいたんですけど、まあでも、なんかね全然普通に、楽しめるくらいは釣れるんですけど、なんかいまいちこの爆発力がないっていう、まあそんな感じでしたね、ハンプに関しては。まあ、ハンプ周りに関しては、まあ浅いとこから深いところまで、まあ浅めのところは引っかからないように、ね、芋のネイルリングで、深いところはまあ、キャロだったりダウンショットだったり、まあそのまま芋のネイルリングでやったりって感じでしたね。でまあそれでまあ大体7メーター8メーターくらいまでかなでやってって、でまあバンカーフリーリングはまあちょっとね思ったほど爆発力はなかったんですけど、まあまあ今日ならね割と太陽出た時の時間とかで釣った方が爆発力あったりするんですけど、まあ、今日は、まあ、あんまり爆発力はなかったんですけど、まあ風ががっつり当たる急進のバンクとかでフリーリングでまあポロポロ釣れたりって感じですね。まああと朝に関しては無風の時間がある程度あったので虫、まあ、やって、まあ虫もまあポツポツ反応が出てくれてまあね反応の仕方っていうか食い方浮き方ですよね。浮き方食い方もまあ悪くはなかったかなっていう印象です。まあ、特別どれですごい釣れたっていうわけではなかったんですけど、まんべんなく釣れたっていう、感じでしたね。はい、そんな感じの、まあ、7月7日の桧原湖ガイドでした。